今日、ホラー映画の話をするつもりだったんですけどもホラー映画でもともとは1ヶ月ぐらい前かな着信ありを見たんですよ、Hulu で,で。着信ありっていうのは、えーまあ、あの秋元康原作で、まあ、柴咲コウが主演の映画ですね。で、今頃、そうでです。す。今頃です私は映画はすべて今頃ですから <laughs> で着信ありを見たらですね、あのー、こうどこが怖いのかよく分からないことです、ね、あのまあなんですね。 怖,怖そうに作ってあるんですよで。僕もホラー映画だから怖くなろう怖くなろうとしたんですけどもあれあの登場人物が未来の自分から携帯に留守電が入っていてでそれを聞いたら死んでしまうみたいなでそれが死んだらその人の、えー、住所録に入っているところにあのどん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 、えー、メッセージが配信されてそれを見たら死んでしまうとかまたあの電話かかってくるとかそういう話だったんですけども。 なんかね、途中でですねお化け死んだ人幽霊がメーールを打つシーンがあるんですね。で死んだ人がメールを打つんですで死んだはずの人の指が動いて、まあ、まだガラケーの時代ですからメールあの打つんですけどもその時に「あなたの命」っていう文章なんですけども「あなたの イノオチってひらがなに出てですね漢字変換するんですよねで幽霊が漢字変換するのかと思ってですねその瞬間にもう馬鹿らしくなってですね <laughs> すげえだこの幽霊が携帯打つところまでは百歩譲っていいですよ <laughs> でもそれがイノオチってやった後漢字変換するのはねなんかもうその瞬間にもうこの絵がどうでもいいやと思って見なくなってしまいましてまあであのやっぱり日本のホラーってそんなダメなのかなと思ったらですねまああの えー、呪いイという映画を教えてもらって、ですね。これもあのすみませんね古い映画ですよ。これねさあの見たら2005年なんですね。あのさっきの着信アリは2004年だし呪いは2005年だからもうどっちも10年ぐらい前なんですけど呪いってオカルト研究家のですねまああの小林さんという人が主役なんですよね。でその人がですねいろんな怪奇現象をあの追いかけているというですねいわゆるモニュメントえモニュメンタリー形式っていうのかな。 あのドキュメンタリーのような形式でいわゆるそのブレアウィッチプロジェクト からですね始まった形式ですね、えー。こんなビデオテープが発見された。それを再生してみたらこんな事件が映っていたみたいなですね。本当にあった話ですよみたいな手でやるやつですよ。で、その中でですね、その呪いっていうのはその小林さんってオカルト研究家で、まあこのあのね映画はですねやたらリアルで面白かったんですよで。何がリアルかって言ったらですね、まあ有名なタレントが誰一人出てこないんですね。ドキュメンタリー形式だから当たり前ですけど、この小林さんもそれ以外でも本当に見たことがないような。 あの小太りのですね、まあ、僕みたいな感じのですね、ただ単におっさん,なんです。鼻のないおっさんなんですよねでその中で松本まりかっていうですね、またこれも他では見たことがないようなです、ね、霊感があるからちょっと神社みたいに連れてかれるで神社みたいに連れてかれた時に、あのー、見てはいいけないものを見てしまった。もう一人あの小学生ぐらいの女の子がいるんです。 えー、やっぱり霊感が強くて超能力があるんですけどもその超能力があるばっかりにその呪いに引っかかっていくという、まあ、こういう話なんですね。で霊感のある少女っていうのを霊感を見せるのがこれねあのモニュメンタリー方式だからですね 基本的には主人公の小林さんがオカルト研究家としてマイク持って喋ってるんですよ。でマイク持って喋っててカメラ目線でずっと喋ってるんですけどもところどころですね資料映像としてあのいろんなテレビで流されたらですねあの超能力系の番組が出てくるんですよ。もちろんあの嘘番組なんですけどもこう流れてくるんですね。でそれの出来ですね、出来がやたら良くてですね <laughs> 超能力ののシーン VTR が流れた後で,です、ね、あのコメンテーターとして出てくるのがです、ね、飯島このねチョイスでですねうわ作ってる人分かってるなてまあまあ,あの飯島愛っていうのは、まあまあ、今はもう懐かしい人なんですけどもちゃんとね、あのー、荒牧さんを抑えてで荒牧さんがまたそれっぽいことをちゃんと言ったりですね超能力が見えた瞬間にすげえ嬉しそうにあの人の悪そうな顔でニヤって笑うんですよ。 さ士並みの腹黒い人の良さそうな顔で笑うんですけど、それがね、すごい面白くて、ああ、いいなと。でこのドキュメンタリー形式のホラー映画っていうのは、なんかこんな新しいことできるんだなと思ったんですよね。僕ら、アキラであの感じるリアリティってリップシンクじゃないんですよね。あの、「うるさい、俺に命令するなっていうふうに、鉄を言う時に見てください。完全にリップシンクしてるんですよ。